これが怪獣ネロンガ。何に出てるだろう。あ、すごい。レッドキングだよ。いいだろう。助けにしちゃいい方かな。おい、俺の最後見てみろ。おい、この怪獣なんて名前だ。ベートーベンよ。そんな怪獣いたっけ。あんたたちよっぽどバカね。ベートーベンってドイツの有名な作曲家じゃない。ああ、ゴールデンに似てると思った。これなんだ。誰よこれ書いた人。俺。なんだいこれ、おたまじゃくしかい。怪獣ガバドン。怪獣ガバドン。ああ、これってダメだな。おい、虫歯。お前まだやってんのか。なんだいこれ。あんたこんなとこにダクダクして怒られるわよ。ここんちのおじさん怖いんだから。お前さ、この親父にもボールに10個も取り上げられたの忘れたのかよ。でもさ、でかくなら怖いかと思ってさ。これがか。じゃあ一足越したらどうだ。ああ、よせよせよ。なんだこれ、目玉がでっかいよ。こいじゃん。はい、監督総裁本部。はいはい、なんですって。はい、了解。どっからですキャップ。東大の宇宙船研究所からだ。宇宙船研究所、何か突発事故ですか。みんな聞いてくれ。東大宇宙船研究所では地球へ降り注いでいる宇宙船の中に奇妙な変動があった事実をキャッチしたと。なんだよ、そのままやすればな。敵の森だ。おいしいな。おい、どうしたんだよ。あそこに変なのがいるんだよ。え、なんだよ。何したいっしょ。ウォーターボートがうなってんのかな。ちゃうちゃう、いびきだ。誰だよ。誰だ、こんな時に寝てるやつは。怪獣だ。おい、怪獣ガバドンだ。俺の書いたガバドンだ。すげー、すげこの土管に落書きをしたのはお前たちか。勘弁した、勘弁した。さあ、これは迎え引くくらいいいじゃないか。元通り綺麗にしてもらおう。いいじゃない。あれ、これはどういうわけだ。やっぱりなあ。うん、本当だ。宇宙船の変動により絵に描いた怪獣、ここに生き返る。その名はガバド。
くぞ。逃げ始めたぞ。悔しいわね、のんきそうに昼寝なんかして。奴はただ寝ているだけだ。こんな怠け者の怪獣は初めてだわ。のんきね、いつまで寝てる気なんでしょう。もう夕方だ。こんな奴に付き合ってて、腹減ったな。この勢い。どこ行く気だ奴は。オンだ、ビートルに乗ろう。からの通信です。通信によると、昨夜の宇宙船の異変はスイスと南アフリカでもあったそうです。それで、その結果、宇宙船に含まれたある種の新元素を含有する放射線と太陽光線が融合すると、二次元のものが三次元の物体に変動するという。何？じゃあ絵に描いたものが現実に現れるってわけか。ええ、そう知らせてきてます。宇宙船に含まれた放射線と太陽光線が融合して。キャップ、そういえば、たかし君たちが変なこと言ってましたね。あれは虫歯の描いた絵だって。じゃあ、虫歯は怪獣の絵を。虫歯、おめでとう。おめでとう。やったな、虫歯。ありがとう。みんなのおかげだよ。でもさ、白っぽいだけじゃつまんないわ。ねえ、これからみんなでもっとかっこよくしない？よし、やろう。第一、寝てるだけじゃ泣けてくるよ。うん、うん、よしやろう。やろうやろう。おい、虫歯取ってやれよ。やってんだよ。おい、あそこあんなんで。Oh, my God.
おい、足をもっとかっこよくしないか。こらあいやしたこと、どめだ出して、謝らしてやるぞ。そうか、たかし君たちの描いた怪獣の絵が現実に三次元の生命を得たというわけなのか。道理で太陽光線がなくなると同時に消えたわけだ。ということは、明日も太陽が上がるとともに現れる。ねえキャップ、一つ気がついたんですけどね、あの怪獣はこっちが何か手出しをしなければ怠けて寝ているだけでしょう。下手に手出しして暴れられるより、一つ我々も怠けてみたら。バカ者、我々科学特捜隊の任務はだな、そういう宇宙の暴れ者と戦い、人類の永遠の平和と繁栄のために。でもねキャップ、ひょっとしたら井出の言う通りかもしれませんよ。こっちが何かやればやるほど奴は暴れるだけですからね。こっちが攻撃をかければ被害は大きくなる。よし、明日一日様子を見るか。明くる日、子供たちは遠足の日でもないのに珍しく早起きだった。よし子、町から人の姿は消え、交通も途絶え、ただ通り過ぎるのは風だけだった。東京はガバドンの一人舞台となった。ガバドンは寝ているだけだった。しかし体が大きいといびきもまたものすごい。ガバドンのいびきでビルの中までも震えた。科学特捜隊の考えた通り、こちらが黙っている限りガバドンはただ眠り続けた。すやすやと眠り続けた。怪獣ガバドンはただ寝ているだけで、我が国の経済生活をめちゃめちゃに打ち壊すということが判明した。よって我が科学特捜隊は明日、多少の犠牲には目をつぶり、ガバドンと最後の決戦を挑むことにする。キャップ、名案があります。なんだ。ガバドンはもともと虫歯の描いた絵が三次元の物体に変わるんでしょ。分かってるわよ、そんなことは。黙って聞きなさい。しかも太陽光線が出なければ普通の絵に変えるんです。キャップ、今は夜です。ガバドンは単なる絵です。分かった、今のうちに行ってその絵を消してしまおうってわけね。ご名答、バカ者。科学特捜隊が落書きを消しに行けるか。つまらんことを考えないで、全員明日の作戦に備えて十分休みを取ってくれ。我々は明日あの怪獣と正々堂々と戦うんだ。いいな。怪獣ガバドンよ、俺たちはお前にちょっぴりがっかりしている。お前はなぜ寝てばかりいるのか。
怪獣といえば俺たちはもうちょっと格好のいいものだと信じている。子供は夜家を出てはいけないとパパもママも言う。それをこうして無理して付き合ってんだから、もう少しお前も頑張ってほしい。以上。虫歯、前からやってくれよ。うん。おい、ガバドンよ。俺は命の恩人だぞ。命の恩人が頼んでるんだから頑張れよな。頼むぞ。分かってくれよな。お前はいいやつだよ。無理すんな。でも頑張ってほしい。女の子には特にママうるさいの。それをこうして付き合ってんだから分かってね。怪獣ガバドンはよみがえった。Thank you.
泣くな子供たち。毎年7月7日の七夕の夜、きっとガバドンに会えるようにしよう。この星空の中で。ガバドンも星になったのかしら、お星様に。七夕の夜、雨が降ったらどうなるんだよ。たくさんの落書きにいつまた特殊放射線を含む宇宙船が当たらないとも限らない。だがしかし自分の好きなものを絵に描く自由は子供たちのものである。村松隊長はこの絵を見ながら心が真っ暗になったのである。おい君たち、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してこれからも我々を応援してほしい。また会おう。